はい、皆さんこんにちは。本日の動画は2023年11月のベストバイ動画ということでですね、まあ、先月ですかね、11月に購入した商品を今日は、ご紹介をさせていただきます。11月はですね、まあ頼んでいたアウターがね2着ほど届いたりとか、基本的にはその2点でご紹介にはなるんですけども、まあ、それ以外に本当にちらほらと細かな雑貨みたいなものもね購入したので、今日はねそちらをまとめてご紹介させていただければなと思います。おそらく年内の買い物はこれが最後なんじゃないのかなとは思うんですけども、まあ12月またもし何か購入したら最後ね動画でお届けできればなと思っております。はい、ではねもう早速いっちゃいましょう。はい、ではねまず1点目ご紹介できればと思うんですけども、11月に購入した1点目はですね、こちら N ハリウッドのアウターになります。こちらがショートバルマッカンコートというですね、N ハリウッドの今季のアウターになるんですけども、まあ、新しくね新色で発売されたバーガンディを今回購入させていただきました。こちら色展開に関しては3色展開になってまして、ブラックとグレーとこちらのバーガンディの色味になるんですけども、まあ、ブラックはですね以前の型で、まあ、似たようなねシルエットのものを持ってるので、今回はこちらの新色のバーガンディを購入させていただきました。今季はですねちょっと今まで寒色系のアウターをね攻めていたので、暖色系のこういったアウターもなんかちょっと攻めたいなという気分だったのでこちら購入してます。いかがでしたでしょうか。まあ、今いろいろとね尺が見ていただいたかなと思うんですけども、珍しいですね。いやー、僕こんな色味普段あんまり着ないのですごい新鮮です。今回ですね僕は身長178センチ、64キロでサイズ40を購入しました。シルエットとしては40で結構ゆったりしたシルエットになってますかね。このアウターに関しては結構ガバッと着たいので、このぐらいのサイズ感で僕はいいかなと思ってます。近くで見た質感はこんな感じですね。フリマロフトを使っているのでかなりこう温かみとかはねあるかなというふうに思います。こんな感じで全部締めるとですね、首元も保温されてめちゃくちゃあったかいですね。まあ、本当に寒くなってくるとやっぱり首元とかもねかなりこう寒くなってくるかなと思うんですけども、まあ、そういった点で言うと N ハリって結構この襟元ね止める仕様がかなり多いので、これがね好きなんですよね僕は。はい、袖のところもこんな感じでスナップボタンがついているので、閉じてあげるとこんな感じでちょっとこうたまりができるような作りになってます。こんな感じですね。まあ、こういう風に着てもねちょっとこうシルエットが変わるの面白いかなと思います。はい、でちなみになんですけど、これが僕が持っている昔いつですかね、2020年とかですかね、最初の方に出た、プリマロフトのショートのアウターですね。はい、この当時はですね、まあ、こんな感じで襟がスタンドカラーといいますか、ついてないようなタイプのものになっていて、シルエットは結構似てるんですけど質感とかが結構違いますね今と比べると。これもこれでかなり軽いんですけど、今回買ったこのアウターの方がめちゃくちゃ軽いですね。本当に羽織ってるか羽織ってないかぐらいの
そのレベル感で軽いです。まあ、ニットの上にこんな感じで着てもいいですし、まあ、アウターの上にね、着てもかっこよく着れる商品にはなっているので、気になる方もね、ぜひチェックしてみてください。はい。では、次2点目ですね。2点目も、N ハリウッドでね、今回オーダーしたアウターになってます。こちらですね。あ、いい色ですね。はい。こちらの、ベージュのね、ブルゾンを購入しました。あんまり着てこなかった色ですね。ちょっと大人のショートアウターっていう感じですかね。で、こちらもですね、3色展開になってまして、今回僕が購入したこちらのベージュ以外に、グレーと、あとはブラックが、ありますね。ブラックもね、かなりいい色だったんですけど、今季はやっぱり僕のテーマでもあるベージュ系の色味に挑戦するというですね、シーズンでもあったので、今回はこちらのベージュを購入させていただきました。細めのね、ウール糸で作られたメルトンのね、アウターになるんですけども、ベースのデザインとしては、ファティーグジャケットをベースに少しこうミニマルにデザインを削ぎ落としたタイプのアウターになってます。こちらもね、ちょっと着た感じをね、まずは見ていただきたいので、着用感ご覧ください。いかがでしたでしょうか。今ね、着用してるんですけども、いやー、この合わせがね、したかったんですよ。展示会でね、いろいろと着させていただいた時に、この前回ですかね、購入をしたこちらのブラウンのブルゾンの上にこのベージュのね、アウターを合わせるというですね、まあ、この着方がどうしてもね、したくて今回購入をしてしまいました。着用感はですね、こんな感じです。こちらのアウターに関しては僕は38ですかね、を購入してるんですけども、割と38でも大きめの作りにはなってるので、中のブルゾンが40なんですけども、全然余裕で着れますね。ちょっと下に向かってこう広がっているようなシルエットのアウターにはなってます。こんな感じでね、こう中を締めて、中の襟元だけ留めて、こんな感じでね、着たりとか、いろんな合わせ方ができるのですごく気に入ってますね。閉じた時もですね、ボタンが見えなくて、すっきりとした印象になってます。このアウターに関してもね、襟元、こんな感じでボタンがついてるので、ちょっと寒い時はね、閉じて着ることもできます。はい、まあこんな感じでね、着たかったんですよね。先ほど全身今季購入した商品で合わせたものをね、動画で撮ってるんですけども、まあこのスタイルもいいですし、あとはまあ単体でもね、全然色々といろんなアイテムと合わせやすいアイテムかなというふうには思ったので、これはちょっとこの冬ね、しっかり着ていきたいなというふうに思います。なかなかアウター2着買うことってそんなにないとは思うんですけども、まあ今回に関してはね、どっちもちょっと捨て難かったので、2着行ってしまいました。まあ今季のアウターはね、もうブランドで買うのは最後かなとは、思ってて、まあ古着とかでね、もしいいのがあれば購入しようかなというふうには思ってますね。はい。はい。というわけで、あと2点ね、ご紹介させていただくんですけども、まあこの2点はちょっと番外編みたいなもんですね。まずね、ご紹介させていただくのは、こちら、H&M のソックスになります。今までね、愛用してる靴下、ご紹介させていただいたことそんなになかったと思うんですけども、僕、靴下に関しては、ずっと H&M の靴下履いてます。これはですね、本当に何年ですかね、もうかなり、かれこれ長く、H&M のね、黒のロングソックスですかね、を扱ってるんですけども、まずはやっぱりこうお値段もね、かなりこうお求めやすいです。5足セットで
1300円ぐらいですかね。かなりこうコスパもいいっていうのと、何がいいかっていう と、ここのソックスのなんて表現したらいいか分かんないですけど、この長い部分、変なこう縫い方のアクセントとか縫い目が全く見えないっていうのがすごく気に入っていて、僕が気に入ってるのはですね、ロングソックスの長い部分に変にこう縫い目とかがねないのがすごく気に入ってるんですよね。ものによってはね、結構ここにちょっと縫い目がね出ているソックスとかもあるかなと思うんですけど、 H&M に関しては本当に何にも縫い目が見えないシンプルな黒ソックスになっているので、なんか変にこう邪魔をしないと言いますか、ダサくならないっていうのがすごく気に入ってます。あとはですね、生地がそこまで厚くないので、こう蒸れないっていうのも結構大きいですね。価格とデザインと、作りですかね、それが個人的には結構ずっと気に入ってて、長く履いてますね。黒ソックスね探してる方はぜひ今度 H&M に行って購入してみてください。はい、ではお次が最後4点目ですかね。4点目はですね、こちらコンクリートクラフトのボタンティッシュボックスです。はい、というわけで実物はこんな感じになるんですけども、横にこういった感じでこうボタンのデザインがついているようなティッシュボックスになってます。お値段1500円ぐらいですかね。ティッシュってどうしてもこう生活感が出るあのものにはなってるかなと思うので、それをこんな感じでちょっとこうおしゃれにね隠せるのはすごくいいかなと思います。一応色はですね、これ3色展開あって、今回グレー購入したんですけども、ホワイトとかイエローとかですかねもあったので、気になる方買ってみてください。厚紙といいますか、ちょっと段ボールっぽい素材にはなっているので扱いは注意なんですけど、ボタンのところがちょっとおしゃれだったので購入をしてみました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日の動画は2023年11月のベストバイ動画ということでですね、今月いろいろと購入したものを中心にご紹介をさせていただきました。11月は結構大きめな購入をねしたので、12月はそこまでお金も使わず新しいね2024年をね迎えようかなと思います。いやー、もうあっという間になんか年末で、なんか本当にこう1年あっという間だなというのは改めて思うんですけども、また今年1年の振り返りとか、今年1年通してのベストバイ動画とかに関してもですね、12月中に投稿できればと思ってますので、ぜひねそちらも見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで本日の動画こんな感じで終えさせていただくんですけども、僕は普段からファッション系のコンテンツを中心に日々動画投稿しておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。インスタグラムの方もやってますので、気になる方はねこちらもチェックをしてみてください。はい、ではねまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。